ご覧いただきましたけれども、まあ、今日日曜日ということもありましてね、お子様、また家族連れ、多くの、ね、子供たちも溝口、町田大和、クリアされたボール、エオミネロ強い、ここはドゥドゥ、ドゥドゥのシャイですね。まあ、下村さんもそうでした。僕はうちに秘めておけないタイプでした。だからあんまり説得力ないと思います。なるほど、はい、あのじゃあ反面教師にしてほしいと。逆転するっていうのが最近できてないので、はい、まあ、横浜市そういうことも、ね、スカウト的に入ってると思うので、はい、まあ、横浜市としてはしっかり1点を取ることによって勝ち点3を、ね、ぐっと引き寄せないところですよね、はい、横浜 FC は前節東京元の方は、まあ、リスクをかけてでも勝ち点を3を取りに来るのか、ああ、まあ、アウェーなので引き分けでもいいっていう風に。目安4分鈴木から前、デオミネーロ、この安田です。川上がセル、ボールを拾ってシーズ、長いボールが入ったところのヘリキのところで勝てると、ええ、まあ、こういう空間岡崎の脇って空いてくるんですよね。そうですね、当然前にセリ、篠原幸次郎、前線を見る、裏へのボール、レオミネーロが反応する、落としたところ、上後に入って右サイドをから、ね、こうプレッシャーを受けている状態からどうこう裏返すというか、ひっくり返すというか、自分たちがどう押し上げるかですよね。الدوري هذه بعض الامور العامه اليوم ولكن اللي بعدي ايضا للمرخيه الى الان قطري واحد من الاسماء الممتازه اللي محقق عبد الله طالب عفيفه والثاني ولكن المدرب جورج للاعب المرخيه تابع الادوار كما ذكرت مشاهدينا متابعينا ليس هو السيليه اللي شاهدناه في الدور الاول تراجع前半は共に両チームが点を取り合う展開でしたが、ゲーム残留を決めてサポーターと喜び合いたいんだと話しました。対する FC 岐阜、今シーズンの第一節岐阜戦での開幕戦が J リーグデビュー、そこの時は3点目、相手に対してのやはりストレートポイントであるやはり縦のボールというのは出させてないというところと、そのボール、風間のヘディング、レオミネイロが前に送っていきますが、ホンダがクリア、こぼれた2番の菅沼、ね、セカンド特に15分ですよね、失点をせずにいかにこう点を取っていくかというところはね、よりこうということだと思うんですよね、ただそれがうまくいってたかどうかというとやっぱりしたからね、杉本選手も同じその学年ね、改めてこのゼロでいくような、ですね、そして散っていく、嫌だ、まだ1点なので、そうですね、はい、さあ裏へのボールです。ちょっと選手が右の位置に集まっている。さあセカンドボール、これを収めることが、前川に関しては、まあ、状況によって前に行ったり、まあ、トップ下に行ったり、まあ、ある程度愛媛 FC 昨シーズン5位の貫禄もあります。まだ2本ずつ、ああいう形ですよね、そのサイドから中へ切り込むその、まあ、動き、突破力の時澤がここはクリア、ここはレオミネーロ、古谷が追いつくか、堀米の姿が見られました。こちら岐阜のナンバー、クソンユンのオーラみたいなのありましたかね。ありましたね。プレッシャーといいますか、の振りまかされないような状況を作りたいというのがあると思うんですね。 FC 岐阜にとりましてはおよそ1ヶ月ぶりのリーグ戦ホーム、落ち着いていこうというようなジェスチャーで指示を送っていましたよ。プンです。高木が柔らかく入れます。ナンバのシュート、ということでその辺り話をして、そして頭の整理をした小林優希です。レオミネイロ、小野とつなぎますが、ね、だと積極的、近藤
度は岐阜ロングボール1本レオミネイロ後半陣ヘディングで跳ね返します。レオミネイロ下がろうとしたら止まりきれなかったというような形だと思うんですけどね、はい、十分できる選手だと思いますね。という非常に過密な日程になっています。その中でやはりその疲れてくる選手胸で落とす形がいる守りということになりました。この2人のどうでしょうか化学反応みたいなものはまたジョーコとは違ったものがある。